力伯仲の56キロ級、バルセロナオリンピック3位、一昨年の世界選手権では2位、このクラス第一人者の舘野千織は去年の福岡国際で2連覇を果たすなど安定感ではナンバーワンです。その舘野を去年の決勝では見事な逆転一本で破り、アジア大会でも銀メダルを獲得した菅原紀子、さらに52キロ級でバルセロナオリンピック2位、その後クラスを上げている溝口紀子、一番の注目のクラスです。このクラスは波乱が起こっておりますが、ご覧いただきましょう。左側からは大塚雅子が決勝に進出です。右側からは溝口紀子ですが、波乱の起こりました注目の準決勝をダイジェストでご覧いただきます。お願いします。波乱といえば、去年この大会準優勝でアジア大会出場なりませんでした。舘野千代に今年こそはという気持ちで臨んだんですが、この舘野が敗れております。対戦相手は大塚雅子、東海大学の1年生が立ちはだかりました。技の上でポイントを取れない舘野は指導を奪われて、結局大塚が優勢勝ちということになりました。今年も悔し涙を飲みました。もう一つの準決勝は、去年優勝の菅原とかつての52キロ級のチャンピオン溝口という好カードになりました。まあ、両者ともにちょっと技が出ませんで膠着状態だったんですが、若干技が多いかなという感じの溝口、試合終了の瞬間ににやりと笑いました。まあ、その通り旗判定でも赤3本溝口に上がりまして、溝口が決勝進出を決めました。はい、田原森下亮アナウンサーに伝えてもらいました。さあ、56キロ級の決勝、赤い帯は第1シードの舘野を破りました大塚雅子、大学1年生です。東海大学1年生、まだ18歳の大塚。そしてこちらはもうおなじみでしょう、52キロ級ではバルセロナオリンピック銀メダリストの溝口紀子です。まあ、溝口クラスを1つ上げて、なかなか優勝ができなかったんですが、今回は大きなチャンスを得ています。そして大塚雅子も第一人者の舘野を破ってこの決勝進出、どんな戦い方を見せるのか、待てがかかっています。このクラスはですね、日本の中では非常に層の厚いクラスですよね。ですから、まあ、この大塚選手は、まあ、新人という感じですけれども、はい、舘野、溝口、菅原と、ほとんど横一線で、まあ、逆に言うとどの選手を出しても今世界に出したらメダルは必ず取ってくるだろうと思えるぐらいの力です。放送席大熊さん、はい、溝口選手はね、はい、準決勝終わった後も絶好調、今日はやりますよと言ってましたが、はい、ただ一つ残念なのは舘野と決勝で当たりたかったとこう言ってましたね。やっぱりその裏には、はい、第一人者の舘野を破れば文句なしの世界選手権出場、はい、ということがあったと思うんですけどね、その辺がちょっと残念だったと言ってましたが、まあ、この大塚に対しても選考会一本勝ちしてますが、しかし苦しい試合でもあったんで、とにかく気合い負けしないようにいきますとこう言ってました。はい、こちらクラスを一つ上げて臨んでおります溝口紀子、まあ、一昨年あたりからクラスを上げてるんですが、そうですね、ずっと舘野千織が立ちはだかっておりまして、はい、なかなか敗れなかったんですが、ただ、はい、国際試合ですと溝口選手も非常に力を発揮しておりまして、はい、今年行われたフランス国際大会では2位というふうに検討しております。はい、そして去年のフランス国際ではね、この56で優勝してますもんね。はい、さあ、足を取るか、待てがかかりました。とちょっと看板のところに寄りかかってしまいましたが、こちらがまだ18歳の大塚雅子、高校時代は選手権2連覇を果たしております。今年から東海大学の1年生になりました。まあ、大塚選手はですね、ここまでの勝ち上がり見てもですね、とにかくやっぱり若さっていうんですかね、動き回って技をかけまくって、こういった風にこう相手を翻弄するシーンがですね、たびたび見られましたよね。はい、さあ、ここは溝口得意の寝技に持ち込もうというところなんでしょうか。非常に大塚選手、これからが楽しみな選手ですね。はい、ご覧のように体重別、去年は3位でした。そして今年3月のチェコ国際で3位に入っています。さあ、お互いに技をかけていこうというところですが、さあ、内股来ましたね。一本です。やりました、溝口、このクラスでは初優勝成し遂げました。今日は本人が言ってた通り絶好調です ね、 ですね。はい、組み手が非常に良かったです。あ、一度も組み手負けたシーン、負けをしたシーンがなかったですね。あ、そうですか。大塚雅子も必死に食い下がったんですが、やはりこの溝口紀子の前に、叶いませんでした。溝口紀子はこのクラスでは初優勝を成し遂げました。
それでは優勝しました溝口選手にお話を伺います。この階級では初優勝ですね。はい、そうです。2階級制覇の味はどうですか。いや、もう本当に勝つので必死で、56は本当にみんな強い選手ばっかりなんで本当に必死でした。あの大激戦のクラスだったんですが、これで世界選手権に向けて大きく一歩抜け出したと思いますが。そうですね、まだ選考の方が分かりませんけども、もし選ばれたら今までやってきたことを全部出し切れるように頑張りたいと思います。大いに期待しております。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。